みなさん、こんにちは。山田優です。山田優のビューティージャーニー、新大久保で綺麗になるビューティーツアーということで、私新大久保初めてなのでとてもワクワクしておりますが、今日は話題のスポットをたっぷり巡ってビューティーチャージしていきたいと思います。イエイ。ではレッツゴー。どうしましょう。ちょっとじゃあいろいろ聞きながら買いたいよね。お化粧水なんですけど、泡で出るお化粧水です。はい、ちょっと珍しいですよね。こんな感じで出るんですよ。これ化粧水？もう化粧水なんですよ。今あの大人の方の肌荒れ非常に多いです。マスクで。そうですね。まあ鎮静効果が入ってますね。T3 が主成分で、あと7種のヒアルロン酸が入っているシリーズになるので、水分供給もしっかりやっていただけるという。あ、でもこれちょっと気になるかも。ありがとうございます。うちのお店だけなので。なんかあとすごい何かななんかちょっと。毛穴とか。毛穴はこういった拭き取りのパッドっていう商品があるんですけど、コットンでボコボコになってるんですよ、表面が。それで軽くお水で洗った後に拭き取ってあげると、それこそ今ゆうさんがおっしゃった毛穴の汚れが取れてキメも整って、プラスお化粧水が入ってるんで水分ケアもしてくれるよっていうものがすごい人気があります。待って、まあ、私今日1万円しか買えないんだよね。あ、この2点だったらもうダメダメ、それで終わっちゃったから。でも、ちょっとこれ、ね、これ気になるからこれ買おうかな、うん、これ買っちゃおうかな。おすすめですね。拭き取り、朝顔洗わないで拭き取り。なんかじゃあこう洗顔とかはどうです？洗顔欲しい欲しい。こちらのウェルバスのクリーム洗顔なんですけど、アイスバブルっていう洗顔になっていて、生石鹸なんですけど、洗顔とクレンジングが1回でできてしまうんですね、メイク落としと洗顔が一気にできてしまいますっていうので、蜂蜜、レモン、イチゴ、ブドウっていう感じで選べるんですけど、めちゃくちゃいっぱいあるんじゃない？ココナッツ、アロイ、ユーカリ、ちょっとずつ保湿力が違ったりするので、ゆうさん乾燥肌とかあります？なんか気になる部分。どっちかというと乾燥肌かもしれないです。だとココナッツか蜂蜜かブドウがいいんですけど、トラブルがなければココナッツがアンチエイジングも入っていて、保湿力もすごい優れているので、こちらがおすすめです。それは買います。3ヶ月ぐらい使えておすすめなんで、ぜひ。これ、はい、おいくらですか？1580円。ありがとうございます。じゃあこちらも。じゃあまだあと全然いけます。モーニングセールがあって全部 10% オフ対象なんで。そうです、モーニングセールモーニングセールがあの毎日12時までやってるので。これはこちらは香り付けがちょっと有名なというか、香水のように香りが残るオイルになっていて、超気になるじゃん。香り試してみられますか？あるんですか？つけてもらう形になっちゃうんですけど大丈夫です。いいんですか？ちょっとお持ちしますね。フローラルマスク、バニラの香り。あ、すいません、いいですね。ありがとうございます。ちょっとだけにしときますね。ベタベタしてるので。あ、いい香り。こちらがでも一番人気になるんですよ。ラブリー、ラブリーちゃん。あー、わかる。あ、モテそう。そうなんです。女子が人気、モテるね。あ、これモテるね。うん、モテる香りです。確かにご飯とか行ってとかすると、なる。ちょっとふわって香らせると、全部嗅いでもいいですか？あ、全然いいですよ。すいません。全然匂いのものがすごい好きなんです私。あ、でもすごいいい香りかも本当に。そうなんですよ。絶対買って帰る。この子がベビーパウダー。あ、本当だ。すごいベビーパウダー。そのまま。男性人気ナンバーワン、はい、オーシャンブルー様。あ、いい匂い。ちょっとメンズ受けはすごくいい香りで、結構男性の方が買われます。お上品な、お上品な香りがすると思います。バニラ買います。かしこまりました。お取りいたします。ありがとうございます。もう一本欲しい。髪の毛、頭の匂いがいい人いいよね。そうなんですよね。なんかどうしてもね。ピンクかな、確かに。そう、ピンク。ピンクとブピンク両方買いました。ありがとうございます。すいません。はい、すいません。全然よろしくお願いします。あとちょっと変えるよね。なんかちょっと、ね、ちなみにこのアイラインですか？アイラインちょっと気になっちゃって。シスターアンがおすすめなんで。シスターアンって、ね、ありがとうございます。シスターアン取れないし、繰り出し式ですごく使いやすいです。こう回したら出るタイプなんですけど。あ、キラキラ入ってるんだ。キラキラちょっと入ってます。で、7番と8番だけパールが入ってないんで。気になるオイルあります？今のは10番ですね。
ちょっと赤茶色系、赤茶今流行ってますもんね。流行ってますね。4号薄い涙袋用みたいなお色になっていて、ちょっと明るめ。ああそういうことか、うん、はい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 、はい、あとは5番ですよ、ね、みんな見たいよね。ちょっとごめんなさい、なんかちょっと書くのはうまくいかなかったんですけど、お肌すごいトゥルトゥルですね、すごいトゥルトゥルだった。ツーもやばい、キラキラが入ってます。これはここら辺はこの子はジェルではなくてリキッドになるので、もう少しちょっと強めの印象になりますかね。リキッド好きなんですよね、うん、私リキッドの本気はね茶色かしこまりました。こういう感じの意外と濃くないんですよ。あ、かわいい、かわいい色ですよね。まずこの2番のリキッドのアイライナーと、はい、10番ちょっと入れて、はい、ちょっと計算してみようかな、ね、うん、キラキラが入ってるやつアイライナー。マスクしてるんでちょっと目元をグッとはっきりさせたいので、はい、アイライナー買います。ちょっと待って、すごいんだけど、え、なにこれ。これは先ほど教えていただいたこれターンオーバーを促すリップクリームで、韓国だとクリニックでしか売ってないので、唇が生まれ変わってもめちゃくちゃ綺麗になるそうです。あ、それはすぐ買ってください。すぐ買います。あとはなんだったらその美容液も買いました。ねえすごいわけ。ちょっと年齢的にちょっとターンオーバーが、ね、落ちてきてますんで、わかります、はい、上げていこうと思います。流していきましょう、はい、匂い8種類ぐらいだった、うん、これは買ってください。はい、買ってください。ありがとうございます。これは何、エミさん。それもすごい気になるよね。何？これね、ツヤクリーム。ツヤクリーム？ツヤツヤになるの。はい。ブリーブリー。ちょっと塗ってもらった方がいい。すごいツヤが続くの。すごい香りもいいの。ね、今香り。なんかあんま塗りすぎるとベタベタするので、薄く塗ればいいんですよ。薄く塗れば。もうすごい。もうずっと残ってますよね。残ってる、飲ませていただくと塗ってみる。塗られます。すごい。本当だ。これちょっと待ってください。待って。1万円じゃ足りないのよ。計算してください、お願いします。私自分のカゴじゃないところに全部入れていこうかな、これ。そうだよ、これとか絶対入れといた方がいい。朝の 10% 来たからあと1500円いける？キラ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 、絶対にこれ買う。これギリギリ、まあまあまあ200円オーバーだけど、でも 10% オフだから、あ、そうだ、いけんじゃない。お願いします。バラバラするんでいいかなって。ありがとうございます。こんなことある、すごくない？ 8 円自分でちゃんとしますね。すごくない？ 1万8円。すごい。天才的。ありがとうございました。買っちゃった。ありがとうございました。では、ちょっとお腹が空いてきたので、ランチに来ました。じゃじゃん。韓国のスタミナ料理といえばサムゲタン、漢方たっぷりの、薬膳サムゲタンが食べれるというコーライサムゲタンに行ってきます。どう、ありがとうございます。はい、サムゲタン出ましたね。さっきここね、ありがとうございます。わあ、おいしそう。このスープは漢方、木の実、野菜でスープだけ作って、どれはあと、ソウル一番有名な店よりおいしい評判持てますからね。本当に自信ありますよ。食べてみてください。元気がないとき、お疲れてとき、風邪ひいたとき、特にすごく体にいいですからね。はいはい、食べ方は、はい、少し教えてあげますか。これはこれ一匹丸ごとなんですよね。少しほぐしますよ。ほぐしたらね、中にもち米、ホライニンジン出ますからね。はい、あ、これでこういうふうにこれで、うん、ホライニンジン、ナッツメ、これですね。すごい、はい、食べた方がいい。ちょうどこのぐらいでいいですよ。このぐらいで、ありがとうございます。あちうちに食べた方が一番美味しいですからね。スープお先にいただきます。美味しい、すごい美味しい。私でもこれ色が今まで見たサムゲタンとなんか違う気がする、うん、味がね、濃厚、そう、こんなに白くない、すごいしっかり味ついてる、こんなに白くない。ちょっとお肉もいきます。うん、ほろほろ、お肉もすごい美味しい、うん、うわ、濃厚だね。すっごい濃厚、ちょっとトロッとしてる感じもする、うん、明日トゥルトゥルになるんじゃない、これコラーゲンで、うん、明日いいよこれ。いいコスメ買ってサムゲタン食べて。
ます。レオがお出すと抹茶とイチゴでございます。ありがとうございます。お友達受け取ってもらっていいですか。ちゃんこ美味しそう。次はイチゴと抹茶。めっちゃ美味しそう。やばい。イチゴと抹茶。すいません、食べます。おいしい。抹茶次は、韓国で有名なブラシ専門店アンシブラシさんと、韓国式のセルフィー写真が撮れる刹那館に来ました。行ってみたいと思います。イエイエイエイ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごいね、二重幅大きめ奥二重さん。これ結構ブラシって重要な、やっぱ重要なんですか。すごい。天然毛ってキューティクルがあるんですね。人間の毛と同じようにキューティクルがあります。そのキューティクルがこうお粉とかをきれいに含んでお顔にのせてくれます。人工毛よりも天然毛とかの方がパウダーがきれいになるんですね。そうなんだ、はい、これすごい気持ちいい。一回ちょっとリス毛です。見て、天然毛の中でもリス毛は一番柔らかいです。あ、そうなんだ、はい、密着しながら塗ることによって崩れにくく、さっきお話ししたようにツヤが出やすくて、うん、ちゃんとカバーの役もね発揮するんです。これは何、下地？下地用ですね。下地もブラシで塗るの？そうです。手で塗ってしまうと何個いるの？何の顔たちでしょ。わかる。手でこうやってやっちゃうと指紋、確か指紋つくもんね。指紋がつくのと、あとベースまで崩れちゃいますね。触れば触るほど温度も36度4分とかあるじゃないですか、はい、で触ると当然よれちゃう。あ、はい、じゃあこれもいるか。私もコンシーラー買おうかな。ベースになってしまいます。指を使うと。だから10本ぐらい買って帰るのかな今日。何で洗えますか。シャンプーが一番いいです、ね、シャンプー、はい、シャンプーで洗ってもらうのが一番長持ちします。これと、ね、ゆうちゃんブラシケースあるよ、はい。ブラシケースやん。すごい。なんで、なんで、これ、うつ伏せ、うつ伏せじゃない。あ、そうなんですよ。下に毛がある状態にしといた方が。確かに広がらないもんね。そうなんです。広がらないんです。はいはいはい、天然毛は寝癖がつくんですよ。キューティクルがあるので。こうやって、こういうふうに使って。はい。毎日メイクにするときに。衛生的でもありますね。あんまり密閉のところに、はい、置いちゃったりしても。すごい迷うけど、これとこれとこれと、あと、プロ用のあのファンデーション塗るやつと、はい、あのちっちゃいハイライナーのイタチのやつ、はい、なさい。はい、わかりました。今はわー。そうだね。指ハート、皆さん韓国でした。かわいい。変顔もいいです。いいじゃん、楽しそうじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、これもいいね。かわいい。皆さん、いかがでしたでしょうか。山田ゆうのビューティージャーニー新大久保ビューティーツアーでした。今日はですね、新大久保でなんか韓国にね、旅行に来た気分になりましたね。なったそして今日ゲットしたものでちょっとビューティーを極めていきたいと思います。では次回のビューティージャーニーもお楽しみに。アンニョン、アンニョン、アンニョン。